護衛艦出雲、加賀の改修工事に、52億円を2023年も予算化され、F-35B 戦闘機艦載へ向け、着手と計画が進む中、今回は、空母化される、護衛艦出雲、加賀、F-35B 戦闘機艦載に向けての計画を詳しく見ていきますね。ストブル機のステルスは必要で、空の司令本部に。今年2023年度の日本の防衛予算案は、6兆8219億円となることが、2022年末の、いわゆる安全保障関連3文書の改定と閣議決定を経て決定しており、この額は、2022年度に比べ、およそ 26% 以上の増加額となっている。さらに、2023年度から、2027年度までの累計の防衛予算の額は、現時点でも、およそ43兆円を超過することが見込まれており、この金額を、ベースに、各種の防衛装備品の調達と、その配分が図られていくこととなっている。そこでは、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾、そして、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの検討など、長距離攻撃が可能な兵器の調達の是非が、マスメディア等でも取り上げられている。これは、ひとえに、こうした長距離攻撃が可能なミサイル類が、その性能ゆえに、かつては、敵基地攻撃能力と総称され、自衛隊が保有するに適さない、攻撃的な類の兵器だとの認識が批判する側の意識の根底に根付いているからであろう。そうした意識を日本国民から薄れさせようとの狙いもあってか、政府はこれらの長距離ミサイルをスタンドオフミサイルと言い換え、これを反撃能力と呼称することで政治的に乗り切ろうとしているようにも見える。そんな中で、かつてはこちらも反対派の大きな批判にさらされていたのが、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻であり、その航空母艦を彷彿とさせる全通艦板の見た目は、1番艦出雲の収益時から攻撃の敵だった。出雲型護衛艦の収益は、1番艦出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月だったが、この当時は反対派からは事実上の航空母艦であり、自衛隊が保有を認められていない攻撃的な装備だと批判が絶えなかった。身を言えば、出雲が収益を果たす前の2013年7月、すでに一部の民間のマスメディアが、出雲型は短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型の運用を視野に入れていると報じたことがあった。当時の政権の小野寺防衛大臣は、この報道を受けて、その内容を否定するコメントを発するなど、今考えれば、世論の反発を危惧して、でき得る限り、水面下でことを進めようとしていたのだろうと、その苦労が忍ばれる思いだ。今や、そんな出雲、型護衛艦も、今回の2023年度の防衛予算案の決定を受けて、本年度分としては、およそ52億円ほどの改修費が組み込まれており、つくづく日本を取り巻く安全保障対応は、現実的な方向にシフトしたと、痛感させられる。出雲、型護衛艦を公に航空母艦化する検討が実施されることになったのは、2016年末に、航空運用能力向上に係る調査研究を公募によって募って以降であり、この委託業務は、出雲、型護衛艦2隻をの建造を担うジャパンマリンユナイテッド社が受け負った。この、航空運用能力向上に係る調査研究では、それまで、回転翼機の運用能力しか付与されていなかった出雲、型護衛艦に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型など固定翼機の運用が、公に検討されることとなった。
その翌年の2017年末には、防衛省が航空自衛隊の装備として、これまでの F-35 ライトニング2の A 型だけでなく、B 型の取得も検討中であることが報じられ、出雲、片子栄艦の航空母艦化は、このあたりで具体化が進んだと言えよう。そして、翌年の2018年末の防衛計画の大綱では、今後の航空自衛隊の戦闘機運用の柔軟性のさらなる向上を図るべく、必要に応じ、既存艦艇からストブル機が運用できるようにと考えていることが明かされるに至った。同じタイミングで、防衛計画の大綱の内容をより具体的に記述した中期防衛力整備計画においては、既存艦艇としてストブル機の運用できるようにと考えているのが、出雲、片子栄艦であると明記され、ここに、その方向性が確定する。2013年7月のマスメディアによって出雲、片子栄艦の航空母艦化の可能性が報じられた時点からすれば、実に、5年以上の歳月を費やして、徐々に、その実現を図っていったことになり、何事にも、段取りには、時間を要することは否めない。ちなみに、2018年末の中期防衛力計画に、よって出雲、片子栄艦の航空母艦化が明記されたとはいえ、同艦は、改修を実施した後も、従来の任務も継続することが謳われ、対潜哨戒用の回転翼機を運用する手法も残ることを示唆している。また、自衛隊が保有しないとされてきた攻撃的兵器の具体例にも変更がないことも強調され、その具体例とされる兵器は、長距離爆撃機、大陸間弾道弾、航空母艦だが、出雲、片子栄艦は攻撃型の航空母艦ではないとの認識を示した。このあたりの出雲、片子栄艦は、航空母艦化改修を完了しても、それは攻撃型ではないから、自衛隊が保有することは問題ないとする理論は、日本国内では、政治的な解決策として意味を持つかもしれないが、正直対外的には意味をなさないように思える。これを言い出してしまえば、自衛隊の存在自体を軍隊ではないと、規定している日本のスタンスを、諸外国が認めているか否かという根源的な問題にも及ぶが、対外的にそのような日本の理屈を受け入れる国家はほぼないだろう。何時まで、非凡の国内においてもこのような政治的なレトリックが続くのかは定かではないが、ロシア・ウクライナ戦争の世紀を間のあたりにした昨年2022年2月以降、日本国内でもそれを正すべきとする見方は確実に増えているはずだ。さて、出雲、片子栄艦の航空母艦改修の件に話を戻せば、1番艦の出雲が2020年度から、2番艦の加賀が翌2021年度から予算上も含めてその実施に着手されており、これは両艦の5年ごとの定期的な大規模点検に合わせて実施されている。そして、航空母艦化改修は、大きく2度にわたって、その大規模点検に合わせて実施され、出雲は、次が2024年度から始まり2026年度内に、加賀は、次が2026年度から始まり、2027年度に完了すると見込まれている。1回目の航空母艦化改修工事は、出雲の方が先だったものの、外観上に見える大きな変更点である飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更は行われず、これは2回目に実施される予定である。逆に、加賀は、1回目の現在進行性で実施中の1回目の改修工事にて、この飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更がすでに完了しており、2回目の方が
期間が短くなることを、この点からも、如実に感じられる。今の航空母艦化改修のスケジューリングから、想定される実際の稼働は、出雲が2027年度、加賀が、それに若干遅れる形だと見られ、現時点からは、あと、少なくとも、3年ほどの期間を要することになるのだろう。F3 ゴライトニング 2B 型を、艦載機として運用可能とするためには、物理的な航空母艦化改修の完了だけでなく、それぞれの艦艇が、個別に、アメリカ本土のノーフォーク海軍基地に出向いての適合テストで、認証を得る必要がある。それらの準備と並行して、航空自衛隊では、F3 ゴライトニング 2B 型の調達を進めており、現時点では、総数で42機が予定され、今年2023年度の防衛予算案の中には、同期の8機分の調達費用約1435億円が盛り込まれている。これまで、予算上では、2020年度から2022年度の3年間の合計で、F3 ゴライトニング 2B 型の調達は、12機だったため、今年度の8機分を入れて、ようやく、20機分の予算が確保された状況であり、まだ半数にも達してはいない。ただし、最初の F3 ゴライトニング 2B 自体の配備は、宮崎県の新田原基地を候補地として、来年2024年から開始されることが見込まれており、それ以後は、それらを活用した出雲、片護衛艦への発着艦テストも開始されるのだろう。